水原一平さんドジャース入団決定、大谷翔平選手と二人三脚ワールドシリーズ制覇して泣こう。野球界のスーパースター大谷翔平選手、最有力とされていたドジャースと10年総額7億ドル約1014億円というメジャーリーグだけでなくスポーツ史上最高額での契約が発表されましたね。さらに今日、大谷翔平選手の年俸がドジャースのチームの補強資金を圧迫しないように、大谷翔平選手側からの提案で年俸の 97% が後払いで支払われるということが発表され、この衝撃の 97% 後払いには世界中から驚きの声だけでなく批判の声も多く上がり、大きな話題となっています。契約金額だけでなくその内容まで前代未聞で、 MLB 界に衝撃を与える大谷翔平選手。そんな大谷翔平選手の加入によって4年ぶりの世界一奪回が大きく近づいたと狂喜乱舞するドジャースファンとは対照的に、エンゼルスファンは悲しみに包まれているわけですが、大谷翔平選手のドジャース入団が決まったことで、去就に多くの注目が集まっていた水原一平通訳のドジャース入団が内定したことが今日報じられました。大谷翔平選手のドジャース入団が発表されると、ネット上では一平さんもついていくんか、それが気になる、一平さんどうなるの、変わらず一緒、ノー一平、ノー大谷といった声が多く上がり、 X のスポーツカテゴリーで一平さんがトレンド入りしました。様々な憶測が出る中、ついに一平さんがドジャース入団で二人三脚で世界一を目指すことが明らかになったのです。なお一平さんも同席する入団会見は日本時間15日午前8時から行われます。まず水原一平さんの経歴について簡単に紹介しておきます。水原一平さんは北海道苫小牧市出身の38歳です。和食料理人の父の仕事の関係で6歳の時ロサンゼルスに移住し、カリフォルニア大リバーサイド校を卒業後、日系企業で数年働いていた時、ロサンゼルスドジャースに所属していた野茂英雄選手の活躍によって MLB に興味を持ち、2012年にヤンキースとマイナー契約を結んでいた岡島秀樹選手の専属通訳として転職しました。しかし岡島秀樹選手が左肩の異常で身体検査をパスできず契約解除となったことで、水原一平さんも契約を解除され日本に帰国することに。そして日本ハムの球団通訳となり、ブランドン・レアードやクリス・マーティンなど日本ハムに所属する外国人選手の通訳や生活のサポートをしました。そしてこの時大谷翔平選手がドラフト1位で日ハムに入団、5年間を共に過ごし、2018年からエンゼルスに移籍した大谷翔平選手の専属通訳となりました。野球経験はないながらも大谷翔平選手のキャッチボールの相手もこなし、2021年のオールスターゲームではホームランダービーで捕手役に起用されました。今季エンゼルスの本拠地開幕戦では場内に紹介され、選手以上の大喝采を浴び、大谷翔平選手がちょっとムカついたと冗談めかすほど、その知名度も抜群なのです。一平さんの役割は通訳にとどまらず、試合後には入団広報と取材日程の調整をしたり、球場までの送迎や食事や買い物に付き合ったり、遠征時にはトラベルマネージャーとスケジュールの調整をしたりと、一平さんはただの通訳ではなく超優秀マネージャーであり、欠かせない大切なパートナーであり、公私にわたって大谷翔平選手の活躍をサポートし続けてきたことから、大谷翔平選手の今の活躍は一平さんあってのものだったと言っても過言ではありません。まさに大谷翔平選手にとって遠く離れた異国の地での家族のような存在なのでしょう。そんな一平さんが語った大谷翔平選手の魅力ですが、とにかく謙虚、何かを背負っている素振りを見せない、優しいと挙げたことがあります。ちなみに一平さんは映画を見たりしても大谷選手が涙を流しているところは見たことがないと明かしたことがあり、続けて僕も泣くようなタイプじゃないけど、もしワールドシリーズで勝ったりしたら僕は泣いちゃうかもしれませんとも話していました。ワールドシリーズで勝って大谷翔平選手と水原一平さんが泣く姿、そんな場面があったら日本中が涙することは間違いないですね。また大谷翔平選手と一平さんのエピソードは数々あるのですが、彼女にプロポーズできていなかった一平さんに渡米の際に大谷選手から機内でのサプライズ、新婚旅行のプレゼント、オフの日に一緒にユニバーサルスタジオへ、大谷選手の前では甘いものを我慢する一平さん、新人王を取った時に一平さんの腕を持ち上げ嬉しそうに写真に写る大谷選手、ホームランダービーの捕手に一平さんを指名、大谷選手のためにエンゼルスを一時退団、大谷選手を乱闘から守る、レッドカーペットのパートナーに一平さんを指名、コロナ禍では2人でキャッチボールなどなど、多くのエピソードがあります。一平さんと二人三脚で新天地ドジャースでの大谷翔平選手の大活躍、楽しみです。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。